さん、こんにちは。今日は、戦国時代の合戦での、トイレ事情について、ご紹介するよ。現代の、温水シャワー付き、水洗トイレに慣れた我々とは違って、当時のトイレ事情は、かなり過酷だったのは、容易に想像できるけど、合戦となれば、さらに過酷だったんですよ。実態を知ると、さらにショックを受けるんじゃないかな。さて、一体どんな、トイレ事情があったのでしょうか。それに意外な糞尿の活用法とは？それでは早速行ってみましょう。レミリア、今回は、戦国時代の合戦での、トイレ事情について、解説するぜ。まあ、消臭剤が必要になりそうだけど、お手柔らかに詳しく教えてよ。よし、まず、合戦のない時のトイレ事情だぜ。城に住む殿様とか、上級武士は、畳何畳の立派な個室で、おまるとか、引き出し付きのトイレにしていたんだぜ。排泄するごとに、お月の石が診察して、家来が捨てる、というご丁寧さだった。まあ、身分が高いと、特別待遇だねー。だな、武田信玄なんか、水洗トイレを作って、中でいろいろ、作戦を練っていたほどだぜ。で、庶民はポットン式の汲み取り式トイレで、汲み取り業者が汲み取りに回って、農家に売る、もしくは農家が汲み取りに来て、肥だめに貯めて発酵させて、肥料にしていたんだぜ。まあ、昔からエコだったのねー。そう、京の都には、辻便所といって、無料の公衆トイレまであったくらいだぜ。もちろん、これも農家に売って、肥料にしていたので、設置した人は儲かるし、農家は肥料でお米が育つしと、ウィンウィンの関係だったのだって。同じ頃のヨーロッパでは、おまるの中身を、窓から道に捨てていたとか、ベルサイユ宮殿でも、貴族たちは庭でしていたというから、ヨーロッパから来た宣教師たちは、日本の道や、家の清潔さに、びっくりしたほどなんだぜ。そうなんだ。でも、合戦の時はどうだったの？うん。ちょっとたんま。え？それな、もちろんのぐそといって、大きいのはその辺の草むらでやった。しかし、そのままでは敵に知られるから、必ず土をかけて隠す決まりだったらしいぜ。それと、無防備な時間になるために、早ぐそが奨励されたんだが、袴とかも工夫してあって、布を緩めて、隙間からするようになってたとか。それと関ヶ原の合戦では、西軍の石田三成は、過敏性大腸炎だったらしくて、合戦の間中、ずっと後ろの草むらで、しゃがんでいたという話があるぜ。へえ、大将もしゃがんでいたのかい。三成、そんなんじゃ勝てそうにないじゃん。そう、あと、籠城戦の時は、兵糧の不足が心配だけど、それ以上に城内の、死尿処理が大変だったんだぜ。死尿処理が追いつかなくて、城内で疫病が流行って、バタバタと病人が倒れて、戦にならずに、降参したりすることもあったんだって。なるほど、それは深刻だわ。うん、で、次はこの厄介な糞尿の、利用法をご紹介するぜ。まず、城を攻めてくる敵の兵たちが、石垣や塀を登ってきたら、上から桶に入れた、糞尿をぶっかけたんだよな。これはかけられた方のショックも大きいし、石垣や塀がヌルヌルして、登れなくなるという、二重の効果があったんだ。それと、弓矢の矢尻に、糞尿をつけていると、毒矢になって、糞尿に含まれていることが多い、破傷風菌に感染して、死に至るんだよね。言っておくけど、破傷風菌が発見されたのは、19世紀の末で、戦国時代には、細菌やウイルスについての、知識はなかったけど、糞尿をつけた矢が刺さると、病気になることは知られていたんだって。うわぁ、それはダメージくらいそうだわね。うん、そういえば、尿は戦場でも、竹筒にして持ち歩き、傷を洗ったり、
喉が渇いたら飲んだりしたんだって。げえ、そんなことして、生きてられるのかい？そう。ちょっとたんま。え？うん。当時は医者がいても、傷を負ったら、血止め薬を飲んで、傷口にお灸を据える程度の治療だったけど、戦場で傷を負うと、傷口に、塩化人粉をすり込め、とされていたんだって。それに戦場では、水は貴重だから、傷を洗うのに、尿を使ったんだよね。ひぃ、塩も嫌だけど、糞尿はもっと嫌だよ。それに毒矢にするのに、傷を洗うなんて、矛盾してるじゃんか。だな。その後、鉄砲伝来で、あっという間に戦国武将たちに、鉄砲が広まって、日本は武器大国になったんだけど、鉄砲には鉛と火薬が、大量に必要になったんだぜ。鉛は輸入品に頼ったんだが、火薬は硝石、木炭、硫黄を調合して作るんだぜ。そして硫黄と硝石が、うんこと大きな関わりがあったので、うんこの管理がガラッと変わった、ということなんだ。ええ、うんこの大革命かい？うん。硝石は鉱石として、産出するところもあるんだけど、日本にはほとんどなかったんだぜ。で、ヨーロッパでは、家畜小屋の中の、排泄物が溜まった土から、硝酸カリウムができたのを抽出して、硝石を得ていたんだって。実際、フランスでは、硝石採取人という、職業があったというんだよね。もちろん日本にも、鉄砲の伝来と一緒に、火薬の生成方法は伝わっていた。硝石は、土に草や糞尿を混ぜて、しばらく放置するとできるというので、がぜん、うんこの重要性が増したんだって。屋外にうんこを積み上げて、この葉や石灰石、時には死体を混ぜて、1から3年置くと、硝石ができることがわかると、織田信長ら大名たちは、この方法で、硝石球を作って硝石を作って、鉄砲隊にバンバン鉄砲を撃たせて、彼らのうんこを集めて、硝石を作って、という、うんこ管理を徹底させたんだぜ。すごい、うんこを管理する者が、天下を制したってか。以上、いかがだったでしょうか？戦場のうんこが、鉄砲の火薬になるなんて、びっくりだわ。だよな、矢尻に塗ったくって放つより、すごいパワーを持ってしまったぜ。それにしても、怪我を尿で洗うとか、ないわよね。うん。しかしヨーロッパでは、鉄砲傷には、煮えたぎる油を注ぐ治療を、やってたんだぜ。ええ、どっちもひどすぎー。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい、戦国時代の合戦中の、トイレ事情について知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。それではまたね、バイバイ。